you fight TPO! Now fight TPO! そうですね、はい、ここまで動画的にも面白い展開だったやってやりましょう。最後はちょっとね、大人っぽくゴルフで、あ、じゃあやりましょう、ゴルフで、ゴルフでやっちゃいましょう。ちなみにゴルフ経験は、ゴルフ経験は2ヶ月です。あ、素晴らしい。まだ素人なんで、ゴルフ中学校の時に打ちっぱなしだとショートホールに2回ぐらい、中学校だったの何十年前かな。いや、レベル的にそんな変わんないと思うんで、いい勝負ができるんで、ね、お願いします。僕もね、意外と自信ありますよね。3ホールくらいにしましょう。3ホールで、さすがに18ホール回ってたから、ね、ちょっと疲れたまあ、どれか選んでます。いや、じゃあクラシック B、 クラシック B ぐらいにします。はい、もう何の根拠もないですけどクラシック B で、クラシック B でお願いしやっていきましょう。じゃあ順番に、順番に、はい、7メートル結構風あるんだな。結構ね、僕の予想では曲がるんですよね、これね。結構逆風そう、まあアイアンも変えれるんだ。そうですね、これ方向的に色々ますね、距離とか。これは違うなと思って、ナイスショットのはずだと思うと思う。あ、よっしゃ。あ、一応、あ、グリーンエッジ、グリーンエッジ、やばいやばい、危ない、ギリギリ。まあ、紳士のスポーツだから。うわぁ、全力で言っても届かないやつ、これ。あ、いいんじゃないですか。あー、でも届かないんですよね。いやだ、これ次決められちゃうから、ありますよ、これ。ここで決めないと、ここで決めてこそ。お、あ、まだ、あー、惜しい。ちょっとね、ちょっとね、やっぱ、あー、惜しい、右寄りだったな。これでこう入れてタイプな。送り出すのかな。よし、じゃあここは外さないんですよ。ここは外したな。ここは外したよ。ちょっとやばいからな。よし、ナイスパー。はい、じゃあというわけで2ホール目、はい、はい、2ホール目です。やっていきたいと思います。追い風10m。 怖いな、これ。ちょっとバンカー入る。10は怖いな。あ、よし、そう、なかなかった。いや、でも、あ、レッドバンカー、あ、やばい、やっぱラフか。あー、やっぱ、いいんじゃないですか。いやー、でもパー以内では収めたい。グレートショット。よし、いいですね。いいですけど、風に煽られてるから、ちょっと、あ、やっぱり超えちゃうな。超えちゃうか。ギリかな、ギリ。あー、ギリ、でも、ちょっと深いな、ここ。結構深いとこ行っちゃったな。チャンス。チャンス。これは広い。
お、いいんじゃないかな。寄せ方は、あーでも、おーい、ナイスオン。うわー、あー、これポップショットのあれですね。勝ち確じゃないですか。やばい、7だ。ここでミスってくれないとちょっとミスってくれないと。ただね、僕ね、フェッチめっちゃ苦手ですからね。正直いや、いい感じ、いい感じ。よっしゃー、フーハングリーン。ここで決めないとやばいな。あ、強い、強い。おー、ちょっと強かった。すごい。ここに来て、ちょっと角度の差が出ちゃいました。経験の差が。すいません、バーディーチャンス。僕はこのチャンスを見ません。下手すると僕の次オーリーがあるんだ。熱い。ああ、ちょっと下がった。ちょっと下がった。いや、もうここで決めない。これ外すなんて。あ、うちの方が遠い。すいません、これを外すとは。あ、強い。送りよう。あ、流れた。あー、パターで苦戦してる。まだあるぞ。やっぱさっきに練習したのにパターでね。あ、でもな、急だ。ナイスイエーイ。ナイスイ。あー、4分のパーか。そう。よし、からの、俺でも。いやー、さすがにこれはもう入るでしょ。これはもうさすがに。これは入りました。よし、ほら、あー、いいとこ。あざすあざす。イエス。いやー、狙い通り。いやー、いいとこ。ちなみに罰ゲームとか何も考えてなかった。そういえば何も考えてないけど、まあ、なんか考えましょうか。ここに来て今使えるの。迷ってても仕方がない。触れた。あ、で、あ、これいけか。あ、どうだどうだ。あー、強いか。でもナイスオン、ナイスオン。そうだね。さあさあ、ここで決めないと、これだと結構ね。あ、弱い。今度は、いや、くそ、こんなところで。お、あー、惜しい。くそ、惜しかった。入らないか。この後僕は来ます。決まっちゃうのかな。じゃあ行きますよ。よし、これを入れれば勝ちだ。厳密にはあと何だろう。あと多分3、4打は多分なんか余裕がある気がするけども、あえてここで決めます。弱すぎてもこれ入んないですけど、流れる。あー、止まった。結構流れる。じゃあもうね、さあ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 、もう一度。これはもう決まっちゃいそうだな。これもう決まっちゃうな、これきっと。パター王子。強い。まさかの跳ねた、やばい。あれ今日パター絶不調だ。勝つチャンスが。ちょっと、あれあれあれ、あ、やべえ、入んない。なんだ今日、パター病だ。勝てるかもしれない。6だね。やばいやばい。あ、これは入るんじゃない。これはな、これはやっぱりここまでか。
嘘でしょ、こんな外したことないんだけど何これ何これ何かの呪い。あれもしかしたらこれ入れてったい。よし入りました。あ、取れたボギーということは、あ、ということはあイエーイシュート。むしろちょっとこれ負けちゃいけないもっと俺スマートに勝たなきゃいけない。いや途中のイケポちゃんがなかったじゃあ僕はあの、ね、考えた罰ゲームをですね。じゃあ罰ゲームを発表しましょうか。よし、はい、というわけで、3本勝負。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや僕としてはね、1本負けちゃったんで。僕としてはね、1本しか勝てなかった2本目がね、なんかちょっと叩かなければ、ゴルフのあれがなければそう、あの普通のゴルフとね、ほんと違うと思うんで、はいはいはい、なんか違ったんで、まあ、言い訳にしかならないゲームの感覚だとこういう感じなんで、ね、はいはいはい、難しいですね、はい、やっぱり、うん、まあ僕のホームのゲームだったんでちょっとね、はいはい、あれでしたけど、ハンデはあると思うんですけど、まあちょっとね、勝負に負けたということで、罰ゲームしたいと思います。はい、はい、じゃあね、あの罰ゲーム、ね、本物アドリだということで、はい、この中にですね、はいはい、実はウーロン茶の茶水割りが1個あります。あ、はいはい、うん、ウーロン茶水は、はい、それを引けばセーフってことですね。セーフですね、はい、他2つはウイスキーかウイスキーウーロン茶になってます、はい、まあ、どれを引くかあれなんですけど、まあ、1個だけね引いて飲んでいただいて、はいはい、なんかちょっとまあ、あの匂いはちょっと NG なので、あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとマスクしてるからそんな匂わないでもこれ、はい、画面越しだと、いや、はい、直で見てもそうですけど、はい、画面越しだったら本当わかんないんじゃないですか、ね、多分わかんないと思うんですよね、これはい、この3つのうちからどれか1つを選んでいただいてはい、ちょっと飲んでいただこうかなと、はい、なるほどですね、はい、ちょっと2本目の動画にちょっと影響が出ますこの後お楽しみに楽しみに、さらにね、はい、いや、じゃあ、はい、もう直感でいきますよ、はい、これで、はい、そちらで、はいはい、じゃあこちらの1個でいいですか。そうですね、これで、はい、これいきたいと思います、はい、チョッパーが可愛いなちょっとね、チョッパーさんのね、こうね、ショットグラスで、じゃあ、はい、罰ゲームなんで、はい、ちょっとすいません、マスク外してモザイクお願いします。はい、ユミリットいただきます。はい、当たった当たった、ウイスキーだウイスキーだ、ウイスキーウイスキーウイスキーショットウイスキーショット一番きついやつが一番きついのあ、当たっちゃった当たっちゃったなあ、あ、ちなみにウーロン茶どっちだと思いますウーロン茶のみ、ウーロン茶のみ、こっちだと思う、こっちはこっちのみやかな、ね、いただきます。全然違った、今日はそういう日なんですね。よし、ほんとついてない、運がいいぞ今日はいやこんなはずじゃなかったんだけど、なかったなかったいやいや、まあまあね、今日は楽しくゲームでちょっとやらせていただきましたけども、はい、楽しかったです、はい、本当に、全然こんな感じで、あのね、またよかったら顔出しの何かまたそうですね、はい、はい、次は負けないように頑張ります。じゃあ頑張ります、2連勝目指して頑張ります、はい、それではまたあのね、はい、あのもう一本多分動画を撮るので、そちらの方を ね、下の概要欄の方からね、興味があったら飛んでみてください次この後はリベンジしたいと思います、はい、それでは、はい、はい、今日はね、あのありがとうございました、ありがとうございました、はい、ゲーム実況の奥くんでした、ありがとうございます。じゃあドリドリビー、この辺でまた、また。